はいどうも、素朴な甘さが癖になるハズキガムゲーム実況チャンネルでございます。ということでね、本日は MMORPG V4 やっていくわけでございますけども、いやそれにしても新マップのこの景色ね、最高ですね。雪景色と言いますか、雪化粧と言いますか、山にね雪が積もっている様、なんかこういう景色がすごい好きでね、なんかモンハンにも似たような景色あったなーなんて思いながらね、このゲームをやっているわけでございますけども、今回はですね、ギルドについて話していこうかなと思います。まあ皆さんね、ギルド、まあ、どこかしら適当に加入入れるところ入ったよとかね、まだ僕コミュ障だから入ってないよとか、いやもう私はねギルメンと仲良く遊んでるぞとかね、いろいろあるとは思います。まあそんなこんなで、まあ、ギルド意外とね、まあもう知られた情報が多いとは思うんですけども、隠されたねメリットっていうのがギルドにはあるなっていうことをね、私、まあ、現在ノアっていうギルドに所属させてもらってるんですけども、そのね恩恵っていうのは計り知れない、本当にねもう感謝しかないんですけど、そういったね恩恵があるということをね、まあ、皆さんにも分かってもらいたい。だからギルド、どういうギルドを入った方がいいのかで、どんなメリット、隠されたメリットがあるのかっていうのね、まあ、今回それこの動画を通じてねギルドの魅力をね紹介していこうかなと思います。でね、まあ、まず最初にギルド恩恵、まあ、ゲーム内でどんなことがメリットがあるのっていうのね、まあ、分かってるところから順々に説明していこうかなと思います。まあこれねギルドの欄を開いていただけると、まあ、分かると思うんですけど、これですねギルド効果というものがありまして、こちらね経験値アップが入ります。でギルドのレベルが高いところに入ると、まあ、防御力アップだったり生命力プラス50だったり、まあ、すごいね恩恵はどんどん増えていくっていうわけで、まあ、これだけでもねギルドに入る価値はありますね。まあなんで本当にコミュニケーション取るのが苦手でギルドなんかいいやって思ってる方でも、そのすぐに加入できてあんまりコミュニケーション取らなくても別にいいですよって言ってるギルドもねたくさんあると思うんでね、そういったギルドに入るだけでもね少なくとも経験値アップするんで、まあ、是非とも入っていただきたいかなと思います。でね、まあ恩恵の2つ目としてはギルドショップでございます。まあ、このねギルドに入ると基本的にはログイン報酬とかで、まあ、ログインした人がに応じてっていうのかな、コインがもらえたりとか、あとはギルドに寄付をすることによってギルドコインがもらえたりとか、まあ、いろんなところでねギルドコインもらえるようになります。あとはねミッションですね、デイリーミッションとかの欄に最後にねギルドミッションの欄がありまして、こちらの方でね、まあ、ギルド経験値がもらえて、で何個かクリアするとここでねギルドコインがもらえるといったところなんで、まあ、ぜひともねそういった、まあ、追加コンテンツを遊べるようになるっていうところがでかい。でこのギルドコインっていうのがすごい恩恵がでかくてですね、まあ、この街にはおそらくないんですけど大きな街ですね。例えばシルナス、まあ、僕がよく行くデラノーアの森だとこれかな、タイジの安息所っつって、倉庫版ポーション装備やよろずやしかいないのとは別にもう火事とか細工とかそういういろんなことができる街ってあるじゃないですか、大きい街。一応各マップ大きいところ、例えばデラノーアの森とかそういったところで一つだけだと思うんですけど、そういったね主要街に、飛んでいただけると、まあ、分かるんじゃないかなと思うんですけど、こちらの方にですね、ギルド商人っていうのがいるんで、このギルド商人にね話しかけるとギルドコインと交換することができますね、いろんなアイテムを。でこれはギルドレベルに応じてどんどんその購入できるものが解放されていくといったシステムなんですけど、これですね、麗しいマント、ボックスか、まあ、今そこで切るなって感じです。麗しいマントボックス、こちらの方で英雄のマントをゲットできればものすごい戦闘力は上がりますし、僕は全然分かってはいないこと多いんですけど、これスキルブックがもらえるみたいなんだよ。でこれ今はこれ高級な部分しか出てないんですけど、この今ねギルドレベル12必要ってなってるところにあるやつが多分これスキルブックの希少ランクなんですよね。でこれ高級ブックだと多分高級のランクは出るのか、まだねこれ開けたことないんで全くわからないんですけども、こういったものが手に入ると。でまあ、こういったスキルブックでもらえて、スキルブックもらえれば、まあ、すごいスキルの効率が良くなったりとか、まあ、普通に狩り効率にも影響するんで、まあ、こういったことがあるだけでもね、まあ、ぜひともギルドには入った方がいいといった
形でございます。そしてね、まあ、最後にこれギルドダンジョンっていうものがねあって、まあ、これもギルドに入ってるメンバーでみんなで協力してね、ギルドボスを倒そうっていうやつなんですけど、まあ、これはね本当にコミュニケーションを取らないと全然倒すっていうか、時間を指定してみんなで集まって一体のギルドボス倒すっていうね、まあ、このゲームパーティーゲーム要素っていうのが現状だとほとんどないんですけども、これがね唯一のパーティーゲーム要素ということで、まあ、ぜひともねこれギルドダンジョンで、まあ、コミュニケーションを楽しむといったところもあるんで、これギルドダンジョンぜひやった方がいいかなと思います。でさらにねギルドダンジョンにやると、まあ、こういったねギルドコインの報酬があって、この報酬が結構でかいんで、先ほどギルド商人でね交換できるっていう話したと思うんですけども、まあ、そこでねアイテムに交換できるといったところで、まあ、ギルドに入るとねそういった感じで、まあ、戦闘力の面でも直結するといった感じなのかな。経験値ももらえるしね、もうこれは、はい、絶対入った方がいいんですよ。で一応ギルドダンジョンでいろいろクリアしたりとかそういったものを埋めていくとね、これ業績の協力、ここが埋まります。これ業績なんで、もちろんね戦闘力が上がっていくわけなんで、まあ、ぜひともね、まあ、ここを埋めるためにもねギルド入った方がいいかなと思います。うん、いろいろパーティーに初めて参加とか、なんかこういったねギルド要素が多いんですよねこれ。まあ、パーティーに初めて参加はパーティーを組んだらいいんだけど、その他のやつ、初めてギルドに加入するとか、狡猾なツオーカーを初めて討伐、赤乱討伐とか、このあたりはもう確実にギルドのものだし、ギルドダンジョン、ギルド寄付、ギルドログインで、多分野望のモークラスってやつか、これも多分ギルドボスだと思うんで、ほとんどギルドなんでね、まあ、ぜひともこういったところを埋めるっていうメリットもあるといったことを覚えておいていただきたい。でだ、ここまではね、あずきさん、そんなの分かってるよ。だって俺ギルド入ってるもん。別に、まあギルドダンジョンはいけないこと多いかもしんないけど、まあ普通にもうギルド入ってるからそんな情報知っとるから意味ないっすよ、あずきさんっていう方ね、まあ多いと思うんですけど、まあ、これだけじゃないなと僕は感じたんですよ。ギルドに入ってる恩恵っていうのがね。なんで、まあ、プラスアルファで、まあ、このゲーム外って言ったところかな、のメリットっていうのもね、紹介していけたらいいかなと思います。まず一つ目ですね。まあ、これは私、ノアっていうギルドが特殊っていう場合もありますし、うちのギルドは恩恵がない。逆に他のギルドの方がもっといいことやってるっていう場合も、まあ、あるとは思うんですけど、一応これはうちのギルドで感じたことといったことで紹介させていただきたいかなと思います。まず一つ目ですね。これモンスター調査を皆さんねやること多いと思うんですけど、デッカスの火山とかでこの紫のやつ、ピーコ、ベルギー、ラファーカス、ラビリ、あとは裏火山のねトロイカ、ベルプス、イフリーナ、ベネディクト、こちらの紫のやつらっていうのは結構ねワールドチャットとかでもイフリート湧きましたみたいな情報がねたまに流れてるんで、そうするとねみんなまあダッシュで行くってことが多いと思うんですけども、まあ、間に合わないことも多いですよね。これっていうのが実はリポップする時間が決まってまして、前回倒した時間から何時間後に本当に綺麗に出るんですよ。1分単位で出るんですよ、ちゃんとポンって次のやつが。でこういった情報っていうのは、まあ、1人だと集められないし、まあ、俺とかはねもうすごいめんどくさがり屋なんで、そういったことはね確実にできないんですけども、うちのギルメンがねちゃんとその倒した時の記録を取ってくれてて、みんなにその情報をシェアしてくれてるっていうのがありまして、なんで僕は本当に行きたい時にその情報を見て、あそろそろ湧くなっていうとその場所に向かうと。そうすると、このネームドボスっていうのかな、紫のやつらを倒すことができるといったところでね、このネームド情報が得られやすいっていうのは本当にでかい恩恵なんじゃないかなと思います。結構ね私のギルド、まあギルドランキングっていうのが一応あるんで、そこで軽く説明しておくと結構上位のところにいるんですね。まあ最近は失速し気味なんですけども、まあ、一番最初はねギルド2位から始まってたんで、もうこのゲームリリースされる前からもう人がもうかなり集まってたっていう状態のギルドだったんで、まあ、そういった意味ですごいやる気がある方が多かったといったところでね。で今俺はノアっていうギルドに所属してるんですけど、もう大抵そのリポップする前の時間にその大手ギルドの
人たちって集まってるんですよね、その場所に。でリポップしたらみんなで投げるみたいなところで、あ、やっぱり大手ギルドの中ではこのネームド情報っていうのは共有されてるんだなって言ったところがありました。なんでまあそういったところがまず一つ目のでかい恩恵かな。ギルドに入るとちゃんとメンバーがすごいやる気がある人たちだと、そういった情報が手に入ると、すごい自分一人でも全然そんなことやってるわっていう人いるとは思うんですけども、やっぱり夜寝る時間とかね、生活リズムは人それぞれなんで、そういったところでね確実に逃してしまうっていう場合もあるんでね、この恩恵っていうのはめちゃめちゃでかいです。本当にね、私も日頃メンバーに感謝しかないというわけでございますけども。そして2つ目です。2つ目は公約情報が手に入りやすいということで、これはねちょっと先ほどのネームド情報っていうのと多少は被ってるかなと思うんですけど、今回のアップデで何が来るかとか、そういったところはねやっぱギルメンでコミュニケーション取ってるんで、情報が受動的にっていうのかな、入ってくると。基本的には自分から調べに行かないと情報って手に入れられないんですけど、テレビのニュースとかってテレビボケーっとして見てたらなんか新しく情報入ってくるじゃないですか。それがやっぱりでかいなと言ったところですね。結構僕は動画作ってる身なんで、いろいろこんなこと動画にしたいなということでね、確率検証だとか言って動画のネタをメモったりとかしてるわけでございますけども、もういかんせん情報には疎いと。それで動画配信者どうなのかっていうところはあるんですけど、まあ、そういった時にね、彼らが、まあ、やっぱ攻略情報を載せてくれてて、こうしたら便利ですよとか、ここで交換できるよとかね、逆に俺が質問持ってて誰か知らないかなこの情報っていう時があった時に聞くとね、まあ、誰かしらがやっぱ知ってる人が50人、例えばギルドメンバー50人いたら50人の中で1人は知ってるんですよ。大抵の情報は、大抵みんな誰かしらやらかしてたりとかするんですよね。でそれで知ってたりするんで教えてくれるっていうのがあるんでね、まあ、そういったところで攻略情報とかは集まりやすいかなといった感じがしてます。まあ、課金者の方だとどのパック買うのがおすすめだよとかね、重課金者の方が、まあ、軽課金者の方に教えてあげてたりとかね、そういうこともあるかなと思いますね。はい、そして3つ目でございます。これはねうちのノアだけかもしれないんですけど、ギルド独自イベントっていうのでなんか遊んでますね。まあスクショ、まあ、パッパパッとね今撮ったの貼ってるかなと思うんですけど、そのギルドのスクショコンテストみたいなのをやってて、で誰が一番いい景色を撮れるかっていうのね、まあ、今回、まあ、次回かやるんですけど、こういうのね定期的に誰かが企画してやるっていうのがあって、まあ、そういった楽しみっていうのはでかいかなと思います。やっぱりねゲームが楽しいっていうのももちろんゲームの中の一つとしてあると思う。ゲームコンテンツで俺は楽しんでるっていう時もあると思うんだけど、やっぱり友達ととか誰かとやるゲームっていうのも、まあ、最高に面白いじゃないですか。スマッシュブラザーズを一人でコンピューター相手にやり込むよりも、友達呼んできてみんなでスマッシュブラザーズだった方が楽しいじゃないですか。それと一緒ですね。なんでまあそういったねギルド独自イベントでみんなで盛り上がれるっていうこともねギルドによってはあると思うんで、まあ、そういったところもね恩恵の一つかなと思います。最後の恩恵、まあ、これはちょっとサブ的な要素なのかな。人がやっぱり集まりやすいですね。結構 Discord っていう別の外部サイトでやってるんで、そこにパーティー募集をするとすぐ人が集まってくれて、まあ、効率よくエリア討伐とかクリアできる。特に無限のミッションって仲間をね派遣することができないんで自分で行く必要があって、無限の隙間のねエリア討伐をやっぱり4人でパーティー組んでタバタってやると全部回れるとか、そういったところがあるんで、まあ、時間もね早く終わりますし、なんで、まあ、そういったパーティーの集まりやすさっていうのはねすごい恩恵じゃないかなと思います。でね、まあ、最後にもしねイブリン3で遊んでる方でギルド入りたいなって思ってる方いましたらね、ぜひノアの方に来ていただければいいなと思います、というね告知をさせていただきます。まあ実際これ、まあ、告知しようかなっていう話を振ったら、まあ、ぜひやってくれみたいなね話をギルマスからいただいたんで、まあ、僕がね勝手に紹介させていただくと、まあ、うちのギルドはガチ勢とエンジョイ勢の間という感じがしますね、僕の客観的な印象だと。なんですっごいガチガチに何かをしろっていうことは強要はされません。ただ楽しんでる方がいるっていう状態、そのガチガチにもう
俺は真剣にこのゲームやってるんだっていう方もね、いっぱいいる。で、かたやエンジョイ勢でなんかのほほんとしながらみんなで話してるだけみたいなね、むしろこのゲームの話より雑談の方が多いじゃないかみたいなことをねやってる場合もあったりとかで、結構どういった方でもその遊べるかなといった感じはありますね。うん。で、結構まあギルドランキング上位の、今回その名前は出さないんですけども、上位のところとかだと結構ガチ要素が強そうな、まあ、雰囲気があるといったわけなんですけど、まあうちのギルドはガチ要素はそこまではないかなといった感じ。ただそのガチでやってる方もたくさんいるし、このゲームのランキングで上位100位以内に入ってる方も何人かいらっしゃるんで、まあ、そういった方たちとかね、一生懸命やってる方もいるんで、攻略の情報とかね、そういったものに関してはそちらのトップギルドとは変わらない情報が手に入ってるかなと思います。ネームドもね、ちゃんと、時間のやつをねスプレッドシートで組んでくれた方がいて、そういった情報もねすごい入りやすいということで、ただただ感謝と。で、どこから入りゃいいのっていうねこともあると思うんですけど、うちのギルドだとね、ギルマスかサブのマスターがね軽く面談してから、まあその後入隊といった形になるということで、動画概要欄とかね、コメント欄とか、まあ、どっかしらにね、リンク載せておくんで、そちらの方からね、まあ、アクセスして、入りたいですってことをね、言ってもらえればいいかなと思うんですけど、なんかね、ゆるまつに言ったら、二人言ってきたのよ。なんで二人って思いつつもね、まあ、喋りやすい方で喋っていただければいいかなということでね、僕の簡単な印象をね、まあ、それぞれ言っとこうかなと思います。まずね、1人目ロコモコさんという方なんですけど、この方ギルマスでございます。で、女性の方ですっげえ酒飲みののんべえなんで、もうねろれつが回らない時もあるかもしれないんですよ。この人基本的にエンジョイ勢で、まあ、すごいねふわふわした方ですね。なんでギルドのその何前もっての情報とか基本的にディスコードに書いてあるんですよね。なんであんま質問なくて、まあ、そんなエンジョイでふらふらっと楽しみたいなっていう方、まあね、このロコモコさんという方に聞くとね、めちゃめちゃ簡単にね、ギルド紹介されてポンって入る形になるかなと思います。これいいのかな、こんな適当な適当な俺の感想を言って後で嫌われちゃうかもしれないけど、なんかああいいですよっていう感じのね喋り方でね、すごい柔らかい方ですね。で、もう一人ソラさんという方なんですけど、この方男性の方ですごいしっかりしてる、どちらかというとガチ勢寄りの方ですね。なんで本当にギルド、いいギルド探してて、いろいろ質問したいなとかいう方でしたらね、このソラさんという方に話を通すと、まあいいんじゃないかなと思います。まあ、彼はね、サブマスターなんですけども、まあ実質裏の権力者ということでね、もうめちゃめちゃいろいろやってますね。特にうちの外交担当とかもやってるんで、いろんなギルドとね、話協力したりとか、イブリン3プレイヤーのサーバーみたいなのね、立ち上げて、そっちの管理とかもね、なさってる方でございます。まあ、ただね、彼は現在ブラック企業にね勤めててね、基本的に放置狩りとかね、なんか会話できる時間とかがね限られてるようなんでね、まあまあまあそこのところはご了承ください。ぜひねゲーム内でソラさんという方を見つけたらね PK をしてあげるといいんじゃないかなと思います。ということで、まあ最後に、まあ、私の方からね一言言いたいこととしてあるのは、まあ、ギルドね入るのはちょっとなとか、コミュニケーション取るのは苦手でとか、そもそもディスコードってなんだよとかね、いろいろ不安はあると思いますね、ギルド入る上で。まあでも最初の一歩ね踏み出せば大して難しいことじゃないし、やっぱ同じゲームやってるメンバーじゃないですか。なんでなんか悪意とかっていうのは、まあ人それぞれ個性はあるんでね、ぶつかりとか衝突あるでしょう。でもやっぱ同じゲームをやってる仲間としてね、やっぱりそこはあったかみがあるというか、もうただの赤の他人じゃないんですよ。仲間なんですよ。なんで、最初の一歩、勇気を持ってね、踏み出して、ギルドの門をね、叩いていただければいいんじゃないかなと思います。ということで、今回の動画、これにて終了。また次回、何かの動画でお会いしましょう。じゃねばーい。ということでね、動画見てくれて、本当ありがとう。まずは、右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画、ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。